歌丸クリーナーの洗浄力を劇的にパワーアップさせて、頑固な油汚れをスルッと落とす方法をご紹介します。用意するものをご紹介します。キッチンスケールです。空のスプレーボトル、アルカリ電解水ですね。今回は水の激落ちくんを使います。最初に空のスプレーボトルにアルカリ電解水を 90g 入れます。そこに歌丸クリーナーを 10g、 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、はい、100g になりましたんで、1プッシュ 1g というトリガーを締めまして、しっかり混ぜましたら激落ち歌丸クリーナーの完成です。それでは実際にコンロ周りの壁面に吹きかけてみたいと思いますけれども、油汚れが飛び散ってますけれども、汚れ落ちと、あと泡の出方ですね、試してみたいと思います。はい、こんな感じで、ちょっと拭いてみましょうか。どのぐらい落ちるのか。もう簡単に落ちてきますね。ではこのあたりにこびりついた油汚れがありますので、これで試してみますね。いきますよ、拭いてみますね。うん、本当に簡単に落ちてきますね。こびりついた油汚れもスルスル落ちていきます。今度はこのフィルターを取ったこの黄ばんだ油汚れで試してみましょうか。だいぶ硬くなってると思いますけれども、ペーパーに取って馴染ませて拭いていくのがいいですね。はい、綺麗になりました。ということで今回はこれで終わります。どうもありがとうございました。